今日はなんでここに呼び出された？ちょっと旅に行ってほしいという依頼です。自分で行けばいいじゃん。最近ちょいちょい自分で動画に出てるじゃん。その理由を今言っちゃってもいいのですか？その理由を言ったら1時間以上喋り続けることになっても本当にいいんですか？ごめんなさい。ということで早速行っていただきたいと思います。ところでどこに行くんだ？秋葉原？わかった。横浜か。ちょっと遠いな。神戸。神戸？いやいや遠すぎでしょ。電車代は出しますよ。当たり前だ。いやじゃ、遠くへ旅行は行きとうない。うわぁ、デブ症の旅行に対する拒否反応が出てきた。神戸牛食べてもいいですよ。え？行く。ということで、神戸の学園都市にやってきたぜ。ここでとあるシリーズを思い浮かべた人は腹筋50回ね。いや5割ぐらいの人は思い浮かんだんじゃないか？いくら探してもビリビリ少女はいませんからね。もしかして探した？じゃあ早速行ってみましょう。おい。あ、ちなみに今から行くのは、以前しくじり企業で紹介した、大英の資料館と、創業者の中内勲の記念館です。写真撮影の許可はもらえたけど、動画撮影はできなかったので、スライドショー形式にさせてもらうぜ。見学の申し込みをしたら、今から来ますか？と言われてびっくりしました。普通、観光で来る場所じゃないから、近所の人だと思ったんじゃないか？ということで到着。では今からスライドショーに切り替えます。あ、ちなみに駅から施設に行く途中に日産の研修施設がありました。なかなか縁深い場所だな。お前ここになんか恨みでもあるのか？あるわけないだろ。ということでここが目的の施設がある、流通科学大学です。冬休みなのか？人が少ないのでは？聞いたところ、テスト期間とのことなので、外に出ていないだけのようです。逆に今いる人は諦めたのかな？休み時間には結構人はいましたよ。ということでここが中内勲記念館です。真っ暗だな。普段は開いてないようです。電話で事前連絡して案内してもらう形です。主一人だけを案内したのか？申し訳ない気持ちでいっぱいでした。ということで中に突入します。ここが中になります。結構しっかりしてるな。この部屋は中内勲の生い立ちが書かれております。ぶっちゃけ動画を作る前に来たかった。まあ、がっつり資料を読み込めばより良いものはできただろうな。こんな感じで書かれております。担当者に聞いても正確な中内勲の生誕地はわからないようです。マジかよ。で、ちょっと別の施設を先に紹介するんだけど、これが大英を創業する前に中内勲のパピーがやってた、栄薬局です。え、学園都市でやってたのか？これは移築したものとのこと。家の中に銅像まであるぞ。もともとあったものちゃうわ。ちなみにこれが店の中になります。自分で調合するのか。大正、昭和初期の薬局を見れるなんて、日本でもほとんどないだろうね。確かにこれは貴重な建築物だぜ。ちなみに調剤室は結構狭かったです。生活スペースも見れます。2階は居住スペースがあって、そこには当時使ってあったものが展示されております。結構物が多いな。当時としては一般的な家庭だったとのこと。では、中内勲記念館に戻ります。ここら辺が大英黄金期か。野球の黄金期みたいな言い方だな。このブースの最後は写真と、中内勲の握手像でした。握手像なんかもあるのか。なんか、別件で作ったやつを譲ってもらったらしい。結構大きくてゴツゴツしてましたね。ピント外してブレてるじゃねえか。すんません。苦労を知ってる手って感じでした。で、こっちが大英初期に陳列してあった商品を集めたようです。ちょいちょい今でもパッケージ変わってないのあるな。これが売上高1兆円達成時の記念だるまです。関西人はだるまが好きなイメージがあるな。
これがその時のハッピです。中内さんが来たものかは不明です。達成当時の映像を見せてもらいましたが、プロ野球チームが優勝したかのような、お祭り騒ぎでしたね。氷初だからな。中内さんのユニフォームです。漫画のアブさんにも登場してたみたいですね。大英といえば野球チームという人も多いだろうな。ダイエーのプライベートブランドの商品です。家電もあったのか？当時、メーカーとの圧力を生んでて、部品の供給も止められたことがあったようです。これが系列というやつかな？特に松下電器とは30年争いましたからね。イギリスとフランスみたいだな。これが生活用品のプライベートブランドです。いろいろ手広くやってるんだな。特にオレンジジュースはかなり頑張ってたようですね。え、どういうことだ？当時オレンジは貴重品だったんだけど、輸入自由化で、ダイエーはブラジルでオレンジを絞って輸入して安く作ったらしい。今では当たり前だけどそんな歴史があるんだな。これは中内さんが経団連副会長に就任した時のブースです。当時流通は認められてなかったからな。初めて知ったんだけど、ダイエーって野菜工場をやってたらしいです。結構昔からやってたみたいだな。ただ、やっぱコストの問題でうまくいってなかったらしい。これは？写真と直筆のやつらしいです。めっちゃうまくないか？書道が好きだったみたいです。これは中内功の会長室のデスクを再現したものです。筆がめっちゃ多いな。あ、ワードの本もある。興味はあったみたいですよ。今でもパソコンを使えないトップとか多いのにすごいな。あ、ちなみに82歳で免許取得にチャレンジしたようです。なんで？アメリカを自分で運転したかったみたいです。向上心の塊だな。願いは叶わなかったようですが。あ、ライトの反射で見にくいですが、真ん中が中内さんです。お前後で体育館の裏に来いよ。イエス。アジアの流通を学生さんと調査した時の写真のようです。めっちゃ楽しそうだな。学生さんとの交流は好きだったみたいですね。場面が変わってこっちが大英資料館です。奥のオブジェは本物か？看板をそのまま持ってきたようです。実際は商店街の一角でやってたようですね。パチンコ屋みたいなど派手な看板だな。むしろこれが良かったらしい。ここはダイエーの資料が陳列されてます。逃走期って、穏やかじゃないな。まあ実際ダイエーって既存の流通網との戦いでもあったからね。こっちはプライベートブランド商品関連です。テレビも大きいな。このイサオちゃん人形もプライベートブランド商品か？絶対違う。これが各店舗に置いてあった繁栄の鍵とのこと。何でも鑑定団に出品したらいくらなんだろうな。そんな値段つかないでしょ。これが V 角作戦の時のダルマです。ダルマめっちゃ好きだな。耳から額にかけて、V の字になってます。なんか目がめっちゃ不安になるな。これがダイエー優勝の時の資料です。当時ネガティブニュースが多かったダイエーにとってありがたかっただろうな。という感じでした。結構面白かったぜ。あと、もともと行くつもりがなかったんだけど、キャッシュレジスター資料館ってのもあったんで行ってきました。レジスターの資料館ってことか？そうそう、中内さんの趣味で集めてたみたい。でもレジスターなんて見ても大して面白くも。私の知ってるレジじゃない。え、これを趣味で集めてたの？19世紀のレジから現代の21世紀付近まで揃ってました。これこそ何でも鑑定団に持って行ってもらいたいな。多分、値段つけられないだろうね。流通王の趣味って感じだよね。王様の道楽か。逆にこういう金庫とか帳簿もありました。これだと、何が売れたかわからなかっただろうな。当時はこの金庫のお金をくすねてもバレなかったとか、これがどんぶり勘定なんだな。こんなのどうやって使うんだよ。まあこれ以外にも現代に近いレジスターも見れたよ。という感じでした。結構ボリュームがあったな。30分ぐらいで終わるかなと思ったけど、2時間近くかかりました。今回の大英資料館、中内功記念館はホームページに飛んで、問い合わせ先に問い合わせれば誰でも見学することは可能みたいです。大英資料館は工事期間があるみたいだから注意してほしい。事前予約が必要なのもお気をつけて、常時開放されてるわけじゃないからな。聞いたところによると秋ぐらいには大英資料館がバージョンアップするみたいです。あ、ちなみにここをデートコースにはおすすめできないぜ。誰がするか。と言いつつ周りがカップルだらけの中、一人でボートタワー登ったのはどこのドイツだい？私だよ。登ることなき私だよ。平日の聖火カップルや外国人がほとんどだったな。そんな観光気分の中、ミラーレスやジンバルを携えて必死に写真を撮ってたものの感想をどうぞ。牛肉がうまかった。草。まあ、
久しぶりに旅行したけど、どうどれ高を確保するか必死でした。それは旅行と言えるのか。まあ旅行といえば旅行だが、この動画の評価次第では今後は積極的に動画にまつわる旅行をやっていけたらなと思ってます。なんで実写動画を出そうとしてるの。スパム判定になってるので、こういう動画を出さざるを得ないというのもあります。ただどうせやるからには楽しくやりたいので、まあ期待せずに待っててくれ。それでは今回はこの辺にしたいと思います。動画への評価、チャンネル登録をぜひお願いします。 Twitter やブログもやってるので、そちらの方もよろしく。それではご視聴ありがとうございました。